めちゃくちゃ軽犯の人、対応いい。うん、よかった、ありがとうということでございます。っていうことなんでね、気を取り直してね、フリー切符を使って、一応大阪メトロターミナル駅完全制覇の旅という企画名にはしてあるんですけど、時間はね、もう10時ぐらいなんで、今からね、大阪メトロいろんな線が出てます。全部の駅、そのやつで回る。絶対無理。で、ちょっとね、日曜日に用事があるんで、今日の夜の19時半かの、に京都出る便で帰らないといけないんですよ。往復割引で取ってありますんでね。そう。いや、計算したらワンチャン朝一で時に帰っても大丈夫やったなとは思ったんですけど、もうね、便の変更ができなかったんで、じゃあ、ということで、ですから、まあ、一応日帰りでね、やっていこうかなということで、まあ、ですから、どっちかというと、ターミナル駅を全部完全制覇するぞって言って回るというよりは、このね、フリー切符と、高速バスの組み合わせ、これがね、とにかくね、コスパがいいんですわ。今ね、近鉄がちょっと値上がりした兼ね合いで、ね、近鉄だと、片道ぐらいやったっけな、3700円。まあ、しかしこう、ちなみにこれ、土佐堀川って言うんだね。よし、やめたのよ。近鉄だと、特急使った場合ね、片道3950円かかるんですよ。で、3950円に、大阪メトロだけ乗れるね、エコ切符っていうのがあるんで、メトロエコ切符っていうのがあって、それを使うと620円。ですから、そうすると、往復7900円に620円、8520円になると。で、これを、今回のルートね、高速バスで京都まで出て、京都からこの、1800円の、京阪大阪メトロフリー切符を、買った場合は、こっちが片道2100円、往復4200円で乗れるんで、そうすると、6000円か。ちょうど6000円か。4200円プラス1800円で6000円になるんで、2520円安いんですよ。まあ、ここで2520円は、まあ、優位さと言っていいんじゃないか。前まで1000円程度で収まってたはずなんですけど、近鉄が値上がりして、で、こっちの高速バスがまだ値上がりしてないんですよね。っていう兼ね合いもあって、2520円も下がるんで、まあ、2520円ね、浮いたらね、大阪でもう食えますからね。ということでね、これはかなり優位さがあるんじゃないか。まあ、だから京都の観光に行くならもう、確実にもこっちの方のが良くて。だからまあ、実際満車なんですけど、まあ、ほぼ全員京都観光って感じでしたけどね。まあ、大阪観光に使うのにも全然ワンチャンありやないかということでね、実際にじゃあ、どっちかというと、じゃあ、このね、ルートで、どれぐらい大阪観光日帰りで楽しめるのかっていうのをね、検証してみたいと思います。まあ、実際にはね、というかもう乗ってこう。実際には、多分、何やったっけ。これよりもね、まあ、フリー切符使って、まあ今日、ギリギリまでね、こっちの方で楽しんで、京都で一泊してね、京都で朝、高速バスに帰って、別に日向的にでも、往復の割引適用できますんで、そのルートにすれば、今日よりも絶対、がっつりと回ります。今日は7時半に京都に戻るって、ちょっと縛りができちゃったんで、あれです。まあ、なんなら、行きはこれでやってっていうのだと、往復割引が効かんから、それだったらそこまでメリットにならんか。これね、肥後橋。私も初めて来るね。四つ橋線自体が初めて乗るわ。で、これで、切符がね、買ってありますからね。これがなんと、京阪でも大阪メトロでも使えると便利じゃないですか。で、磁気カードなんで、このまま、どこ？ちょっと楽があるな。印字か。最初の利用になるから。1時間有効で。あ、そうだ、ここに入ったのかな。発行日で。あ、ここに書いてありますね。出ますね。大阪地下鉄、肥後橋、乗車で、これで、どっちの方か行きましょう。
ヨトバシ線だったら、まあね、御堂筋線はね、すごく混雑に空港がありますけど、御堂筋ならね、そうでもないっていう話があって、まずはね、一応ターミナル近くっぽく、2周目だね。もうここから一つ北の駅なんかな。西ってなって北もうややこしい。梅田から来たっちゃ来たやつ、うん、ややこしい。勝手に私がややこしくてるだけだけど、2周目だ行ってみようと思います。ちなみに今回のあれね、今回からカメラを新調しました。まあまあ中古なんですけどね、同じパナソニックのなんかワイプ撮りとかもできるよっていうやつなんで、なんかワイプ撮りができるわけですね。どうかと。こうか。はあ、はあははあ、あ。こういう感じでね、ワイプ撮りができるっていうなんか。まあ、つでももう5年ぐらい前のやつで中古で買ったやつなんですけど。ええ。まあ、こっちだけど車近くとかに便利そうなのかな。わざわざこんな娘の顔いらないってな。いらないよね。はい。行きましょう。そう、このカメラのね、レビューなんかも、まあ、道中、どうせまたいろいろ歩いたりしますから、いろいろとレビューは入れていこうと思います。うん、本当は、4K 対応のね、高いカメラぐらいにしようかな、7枚ぐらいのやつにしようかなと思ったんですけど、ちょっと中古でね、2万3000円ぐらいかな。で、まあ、今使ってるやつよりは、ワングレードアップするになりますからね。ちなみにこっち一応空いてる状態ですよって言われてますが、全然ね、コースはやっぱ失格やろ。よいしょ、もう来た、これだ、これのね、よし、行きましょう。